はい、では社長の仕事365日チャレンジ、今日の動画を始めていきます。で、この社長の仕事動画シリーズでは毎日ですね、社長としての仕事っていうのをご紹介していきましょうというチャレンジになってます。で、まだ第1日目の動画を見ていない方はそちらからぜひご覧ください。で、今日は19日目ということですね。で、今日は現金を稼ぐというところの仕事になります。現金を稼ぐということですね。これはもちろん会社が持っている現金ということですね。よく言われてますけれども、会社っていうのは要は現金があれば潰れないですよね。いくら売上が下がっても現金さえあれば潰れないということなんですよね。例えば今後2年間ですね、売上がゼロだったとしても2年間固定費を払えるだけの、現金さえあれば2年間は潰れることがないんですね。なので会社の中で最も重要な指標のうちの一つがこの現金ということになるわけです。例えば今ですね、皆さんこの動画をご覧いただいているわけなんですけども、今現在ですね、この時点で皆さんの会社に今現金がいくらあるかということですね。答えられる人がどれくらいいるかということなんですよね。そしてじゃあ今日だけじゃなくて、例えば明日はどうなってるか、今月末にはどれくらい現金があるのかっていうのをですね、正確にこう理解している社長っていうのは非常に少ないんじゃないかなと思います。まだ会社がですね、そんな大きくなくて銀行口座が一つですという場合には、銀行口座を見れば、大体わかると思うんですけども、プラスですね、現金で持ってる小口現金なんていうのがあったりとか、なんかこう今のところにこう現金というか散在してると思うんですよね。そういうのを含めて今一体いくらなのかっていうのを正確に把握してるできる社長っていうのはなかなか少ないかなと思います。で、かつそれが1ヶ月後どうなのか、2ヶ月後どうなのか、今年の末にはどうなっているのか、そういうことを理解している、把握できている社長っていうのは意外と少ないかなと思います。なので今日の仕事はまず自社にどれくらいの現金があるかっていうのをまず数えるっていうことがまず第一ですね。で、それが終わったら次には今度は現金をですね、いちいち数えなくてもちゃんと把握できる仕組みを作るっていうことなんですよね。それは例えば今だったらね、いろんなクラウドのサービスがあったりしますので、そういうのを使うのもいいでしょうし、例えば週に1回でもいいので、現金が今いくらあるかっていうですね、そのレポートが出るように出るような仕組みを作るとかですね、そういうふうにいちいち現金を数えなくてもちゃんと自分が理解できるようにしておくということが非常に大切かなと思います。で、さらにいいのは、今いくらあるかだけじゃなくて、例えば月末にどれくらい残っていそうかっていうその予測がちゃんと立てられたりとか、来月どうなるかっていうですね、そういう予測が立てられる仕組みを作るとかですね、そんな感じで考えていただくといいかなと思います。なので今日はまず最低限やってほしいのがこの現金を数えるっていうことで、次のステージとして、わざわざ現金を数えなくてもちゃんと現金の量をですね、把握できる仕組みを作る。で、さらには、来月どうなっているのか、再来月どうなのか、どうなっているかっていうその予測をですね、立てられる仕組みを作るっていうことですね。こんな感じのことをですね、ぜひ自社の中でどうやってやるかっていうのを考えてみていただくといいかなと思います。繰り返しになりますけれども、この現金さえあれば会社は潰れないので、やっぱり大事にしないといけないですね、この指標っていうのを。そのためのですね、仕組みっていうのを今日ぜひ考えてみていただくといいかなと思います。というわけで、また明日お会いしたいと思います。